はい、というわけで今回からまた1日1回10連無料、こちら2周年直前フリースカウトをやっていきたいと思います。まずは前半戦なので、あと最大150連無料となります。あれ、あ、140連かと思ったら150か。そっかそっか、最大で130連分の、あ、でも結局280か。ということで、140連ずつ分けて動画にしていきたいと思います。じゃあまずは今回は4月8日水曜日分の10連やっていきたいと思います。ここではチケットの追加がないよね、多分ね。まだミッションがなかったからね。よし、じゃあ無料分いきたいと思います。別の動画で、当たり外れを言っているので、まあここでは割愛させていただきますが、一応イカルディと、誰だっけ、イカルディと誰かナインゴランだったかな、が当たりになっており、ああ出てきた、ナインゴランが当たりになっております。それ以外はまあ大体普通、まあ、引けたらねゴールドコインになるだけさ。お願いします。さあマグはこの10連でいきなり引くことができるんでしょうかね。前回はね、あの前半戦良かったんでね、今回もね、いい数字残したいところですよ。でね、マグはね、あんまりこう、星4の選手もね、まだ大事にしている傾向があるんでね、チーム別、違う、国別とかでね、染めたりするときに、結構ね、使うんですよね。結構、星4ごとつとかも結構やってるんで。おい、いきなりだ。よし、ありがとう。ノーヒントということでね、まあ、幸先は良かったですね。というわけで、マグの最初の引きは一体誰なんでしょうか。今回はね、エジルのようなね、マグが好きな選手っていうのがいないんでね、まあ、残念ながらね、誰でもいいや。デヘア以外。もうデヘアとかいらないから。やっぱね、エース、ベジェリンいらっしゃい。そうか、アーセナルの選手いたんだ。そうね。まあ、ガラスなんでね。まあいいでしょう。まあ、ベジェリンを5突することはきっとないと思うんでね。たとえ6体手に入っても、ベジェリンを5突することはないと思います。それならね、あの5突したい選手がいるんで、そっちをね、ちょっと中心にやりたいなとは思います。さあ、もういきなりね、一発で出てくれちゃったんでね、気が楽ですよね。まあ、なるべくね、星4の選手が多い方が、ゴールドコインになるんでね。ただ、あの、厳選というか、レベルをね、30まで上げてから売るっていうのをやるとね、結構時間かかるんですよね。がっつり捨てちゃってもいいかもしんないね。スモーリーン。イングランドのね、センターバックはね、今のところあの、ジョー・ゴメスがね、あの、星4ごとつしてるんですよね。はい、終了。というわけで、今回は、まあ、幸先のいい引きをしたんじゃないでしょうか。ということで、今回はガラス製品でできているベジェリンをゲットしました。ありがとうございます。ただ、星4少ねえな。もっと来て。というわけで、今回は、ここで一旦カットして、また明日までカットしていきたいと思います。140連できたら、動画にすると思います。はい、じゃあ、一旦カットー。はい、ただいま4月9日木曜日でございます。じゃあまた今日も、2周年直前フリースカウト10連いきたいと思います。前回はね10連でベジェリン引いてるんでね、なかなかね幸先はいいんですよ。じゃあいきます。とっとととっととっとと、はい、まだ普通ですね。でも星4をねいっぱい引きたいですよね。マイケル・アントニオ。マイケル・アントニオもね、多分ね、星45突できるぐらいいっぱいいるんですけどね、ほとんど売ってます。使わないんでね。右ミッドフィルダーはなるべくね、イングランドで染めるにしてもね、ベック使いたいですよね。なかなかね、ちょっとね、うまくいかないんですよね、イングランド代表の組み合わせもね。ヘンダーソンを引いてるだけにね、やっぱトップ下も欲しいし、右ミッドフィルダーも欲しいとなるともう、4231ぐらいしかね、手がないんですよね。
さあピンポイントクロス。でもね、そうなっちゃうと今度ね、ウォルコットとかね、ラッシュフォードとかね、使い道がないんですよね。だからね、ちょっとね、難しいんですよ、なかなか。難しいんですよ。ダビド・オスピナちょっとね、国染めとかでね、ちょっと、同じのばっかりになっちゃってるからね、そろそろ大きい国もね、国染め監督欲しいですよね。スペインとか、イングランドとかさ、ああいうところもね、ちょっと国染め欲しいですね。アルボレーダ。意外とないね、ブラジルとかさ、アルゼンチン。アルゼンチンはあったのか。でも星3なんですよね。割とエルハジャム。終わりかな？おう。さあ、ないのかな？もう終わりかな？あ、なかったですね。20連目は、なしということになりました。星4、4枚か。まあ、もうちょっと欲しいね。はい、というわけで、20連目はなかったんですが、こちらの方を回していきたいと思います。ミッションをね、達成すれば、さらに10連獲得することができます。リーグ5試合だったかな。そんなに難しくないんでね、ぜひ毎日5試合をやりましょう。幸いにもね、リーグランキングイベントでリーグ回す機会が多くなっているのでね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。まず20連目はなしと。まあでもね、ここでね、そんなにいい引きをね、出しても困るかなと。2周年に取っておいてほしいような気もするんですが、引けるもんなら引いておきたいっていうこともね、あるわけでね。パブロ・サラビア。まあでも今回のね、200何連ではね、ごとつ狙いではないっていう、そういうね、フリースカウトになってるんでね。まあ、ゴールドコイン目当てか、もしくは、あ、そば、こいつどこ行ったんだ？ジョーダン・アイブ。イベンになっちゃってるけど。ねえ、もう、あれだよね。こういう人たちとは本当リバプールから出ていかなきゃよかったよね。今、まさかこんなにリバプールが強くなるなんて、彼らは思いもしなかったでしょうからね。おっと、来ました。はい。EX スピードアーリークロス。ということで、誰だ？ベジェリンだったら面白いけどね。マッティア・デッシリオということで、まあ、マグがね、別の動画の中で上げていたハズレが2体ということになりましたね。まあ、強肩であったりガラス製品はね、やっぱり試合途中でね、いなくなっちゃったりするのはね、困るんですよね。勝敗に直結することをしてしまうようなのはね、やっぱり外したいっていう、そういう気持ちがやっぱ出ちゃいますからね。まあ、そうは言ってもだ。右サイドバックのイタリア人はあれ取ってんですよ。カラブリアでしたっけ。だからね、まず普通にデシリオを使おうとは思わないですよね。まあ、ゴールドコインかな。まあでもね、いいです。ゴールドコインもね、重要な役目だ。はい、というわけで今回は、30連目でデシリオをいただきましたので、これで30連で2体。まあまあ、順調じゃないでしょうか。さあ、また明日金曜日まで、カットー。よしよしよし、いい引きだ、いい引きだ。ねえ、ゴールドコインになってくれ。はい、というわけで、今回は4月10日の金曜日。さあ、またやっていきたいと思いますよ。今のところ30連で2体引いております。さあ、今日も元気に星5出ていただけるんでしょうか。今のところね、デシリオはね、いらないかな。まあそういうこと言っちゃうと、来てくんなくなるかもしれないんで、誰でも結構です。来ていただけると、助かります。ぜひ、ぜひ、星5来ていただけると助かります。イカルディが欲しいなぁ。ナインゴランが欲しいなぁ。いやー、来ないか。さあ、今回はね、ちょっと、できればね、もう今更、初引きの選手はね、正直言っていらないんでね。
とはいえまだねインターコンチとかで関係性のあるやつもいるのかな。チェリシェフなんかはねロシアはまだ取ったことないですからね。まあ取る気はあまりないですけれども。さあ来い。音楽が変わりませんね。まず星3ばっかりっつうのもね、あのゴールドコインのためを思うとね、もうちょっとね星4も欲しいな。おい、なんだ星3しか出ないのか今回は。お願いしますよ。ケッパ。おおおおおおい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 。あ、まあでも一応星4出たかな、これで。フィエルヘフェル。よく出るな、この選手。あ、やべえな、これ。最後まで出ないパターンか。おい、しかも星3。ザカリア。あ、いやいやいや、今回は星4も一体だと。これは外れも外れ。ひどいガチャでしたな。ゴールドコインのことを思うならば星4も出ていただきたかった。いや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 、今回はひどいですな。あ、俺もしかしたらまだね、あのミッション、あのやってないかも。まずもらうところからですかね。これですね。もらっていきましょう。はい、じゃあ、次行きましょう。今度はチケット。おっと、違うのを押したよ。俺は、まあ、違うのを押したよ。これですね。今回ので言うと、なんか、国の方でもなんか欲しいのいる？ドラクスラー持ってるしな。ペロッティも持ってるしな。あ、あんまりいらないね。ほとんど持ってるね。じゃあ、外れだけれども、インターコンチとかで使えるかもしれないっていう選手はいないんで、やっぱりイカルディナインゴランがマグの中での当たりでしょうね。ルリッチ。さあ、よろしくお願いしますよ。ガンガン引いちゃってくださいよ。ブラシャナッツ。さあ、ただいま50連目になるわけですけれども、カバー箱、動物の森とかに出てくる。よいしょ。エネル・バレンシア。おお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 、スイーパーゴールキーパー、セルヒオロメロ。あんまり嬉しくない。こういう普通常のガチャで、あのフォワードのドイツ人っていないのかな。ちょっとね、ドイツ人ってフォワードがいないんですよね。ドイツで インターコンチやるのつらかった。来たかな来たかな来たかな。大舞台には強いそうですけど、4でした。残念。イヘアナッチョ。さあ、また4なのか4なのか。アサルトトラップ4なのか。セヘロビッチ。あ、音楽戻っちゃったかな。いやいや、今回は星5ないんでしょうか。せめて1体欲しいでやんす。お願いします。来ない来ないよ。今日は来ないのか。残念で終わってしまうのか。ヘススバジェホー。あー、来なかった。残念。ということで、今日はなしなしということになってしまいました。50連で2体、まあ通常に戻ったってことでしょうね。最初の30連が良かったってことなだけでした。ちゃんとね調整してきますよね。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。4月11日土曜日のガチャまでカット。まあ、引かないときは引かないわな。はい、ただいま4月11日土曜日でございます。さあ、じゃあもう早速フリースカウト行きたいと思いますよ。まあ、このミッシ、1日1回10連無料に関しては去年もね、この時期に無料が来ているので、まあ、これはね別に新型コロナ対応というわけではないんですが、ちょっとなんかあれですね、このスマホゲーム全般で今無料ガチャ増えてますね。やっぱりみんな家にいるっていうのもあって、こういうところでね少し
ね、なんか癒されてほしいっていうことなんでしょうね。マグが、動画に上げている他のゲームでね、まあ、セガのフッティスさんをね、今フリースカウトやっているところなんでね、まあ、相変わらずね、ちょっとどっちも引きは悪いですけれどもというわけで現在は60連目をやっていますが、サポナーラ昨日はね、2回ともなしなしって続いちゃったんで、なんかね今回はちょっと引くんじゃないかな。さすがにそこまで引かないのはね、ちょっと勘弁していただけると、ちょっといっぱい出てくるとドキッとするね。サパター、あー全然出てこないぞー。さあ次、音楽は変わったけれどもどうですか、ピンポイントシュート、そこ止まりかー、バーチュアイ、引かないね引かないね。マジョラル、あ、なんか初めて聞いたかも。意外と地味に星3とか星4とかは増えてはいるんでしょうね。あまりアナウンスがないからあれですけれども。なかった、30連なしが続いております。そして星4の数も思っているより低い。いやー良くないですね。ってことは60連2体か。急にしょっぱくなってきちゃったな。さあ今度はチケットを使ってもう10連いきたいと思います。さあお願い、これで70連ということになりますね。この動画もこれで半分に到達ということになりますが、聞いてね。ほら、これ聞いたことないよね。シャルレス・オリベイラ。こんなんいたんだ。今までもね、ちゃんと稼働日からずっとやっているから、星3、星4とかでもね、なんか新しいの出てきたら、なんとなくわかりそうなもんですけど。アセンホ。さあお願い、まだまだわからない、まだわからない、方分かっちゃったハリーウィンクス、これなんかもう稼働日からいるよね。多分年号も変わってないんじゃないかな、ウィンクスに関してはね。ケビン・ロング、ここら辺もそうだな。前に出たキャラクターってのは消えないんですかね。ずっと継続して、おお、グラニトジャカ、顔がリアルになってる。ジャカもいたかな今まで。星3ジャカはいたような気するけれども、星4ジャカもいたんだ。ドゥバン・サパタ。今のサパタなんかいるだろうしな。ルイス・アラウージオ。さあさあさあ、ちょっと待ってください。70連ですよ。3体ぐらい引かないと。おい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 、引かないぞ、引かないぞ。そろそろぜひね、こう、ズバッとこう、弾ける回だと思ったんですけどもね。なし4連続来ました。いやいや、そういえばね、前回マグがやったやつでは、何連 ?90 連、なしが続いたことがありますからね。いや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 、そして星4が3つしかいなーい。はい、というわけで、今回はここまで。また明日、4月12日日曜日まで、加藤いまいち。まずいな、まずいな。はい、ただいま、4月12日日曜日でございます。さあ、また行きましょう。いつもの20連行きますよ。4連続なしなんでね、ちょっと欲しいですよね。おい、違った。ガメイド、おお、びっくりした。フィジ、まあでもこれで出てこられてもデヘアになっちゃうんだよな。デヘアね、もういいです、勘弁してください。さあ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 、お願いしますよ。ボルハ・バレロ、ちょっと星4が続きますな。
星4もね、いっぱい出てきてほしいんだけれどもね。あ、なんだこれ、初めて見るな。温度は。どこの選手かもわかりませんね。ムリエル。いやー、今日も出ないのかな、キャプテンシー。おー、アシュリー・ヤング、キャプテンシーなんだ。あー、スイーパー、ゴールキーパーでした。アセンホ。さあ、このまま来ないのか。40連来てませんが、50連目達してしまうのか。いやー、お願いします。うわ、なんかすごい名前。いやー、来ない、来ないですよ。フローレス。おい、なし更新が続いております。あ、まあでも半分星4出てくれたんだ。まあこれぐらいはなんか普通に出てきてほしいよね。はい、じゃあ次はチケットでこちら行きたいと思います。そういえばこの間のツアーでまだ俺引いてないんだね。今ので気づいたよ。よし、行くぞ。さあ残り10連。現在50連星5出ておりません。よろしくお願いしますよ。どっちの方が多く出てんの俺。ああ、まあ、で半々か。イルザンか。こんなのも初めて見たかも。さあ、スパイダーセーブー。ロメロ。お願い。ルリッチ。でもね、最近あれなんだよね、インターコンチとかで使えそうなね、あの、星4の選手をね、ごとつするのが流行ってるんでね、マグの中ではね。だからね、星4の選手もね、ある程度ちょっと固まって出てきていただけると。いやー、来ないねー。サンドロ・ラミレス。いやー、やばい。やばいぞ。これはやばいぞ。パワフルヘッド。イリチッチ。お願い。いやー、来ないー。いやいやいや、これは来なさすぎるな、ちょっと。いやいやいや、ロンフラール。さあ、音楽は変わったけれども、4の音楽です、これは。おー、ロフタスチーク。こいつ結構ね、あの、今ね、星3、星4を厳選してたらね、結構出てくるんだよね、こいつね。ファビアン・デルフ。うわー、なんということだ。60連なしが続いている。そして今回も半分。まあ、これならいいです。いや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 、来ましたな。ということで、現在90連プレイし、あ、ガチャを回して、星5は2人。いや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 、止まるんでしょうか。過去最高の記録、90連星5なし。さあ、あと30連となってまいりました。それではまた月曜日まで加藤。引かないよ、引かないよ今回も。はい、というわけで今回は4月13日月曜日でございます。そう、これでちょうどぴったり100連になるんですが、今現在2体しか引いてないんです。そろそろよろしくお願いしますよ。はい、じゃあもうサクッと引くー、サクッと引くー。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。ガチャ、ちゃんと星5引いてるんでしょうか。マグは前回のね、280連の後半、全く引かなくなってしまった頃のマグがまた戻ってまいりました。現在絶賛60連引いておりません。さあ来い。過去最高の記録は90連星5なしっていうね。エストニアですかこれは。
さあ果たしてマグはその記録を抜いてしまうんでしょうか。そろそろ引いてほしい。来い。さあそろそろその記録を終わらせてほしい。アルナウトビッチ。おっと、なんか連続の音楽が鳴っている。ずっと星音が出続けている。それはそれで嬉しい。ベナーリオ来い。元に戻っちゃった。イヘアナチョ、もう星4のイヘアナチョもあったはずなのにな。星3のイヘアナチョもちゃんと実装されてるんですね。そういうことはしなくてもいいのにね。ケビン・マルキュイ、これもね、星4のマルキュイがあったはずなんですけどもね。星3のマルキュイもしっかり残してあるっていうね。マルコログ。マルコログなんてこれあれじゃないの、あの、稼働日からあるよね、これね。うわー、あれ、なんか連続で星4引いてるから多いのかと思ったら4体しかいなかった。というわけで、これで、マグは、70連星5なし。さあ、そろそろやばくなってきた。そろそろピリピリしてきますよ、これはさすがに。そしてマグはミッションをね、今ね、やってない。ちゃんと開けていこう。ピロリン。よし、じゃあこれで引けるはずです。さあ行くぞ、チケットで追加10連。よろしくお願いしますよ、本当に。そろそろいい加減に、いい加減に星5を引かせていただかないと、これで110連目なんですが、なんと2体しか引いていません。あれかな、ベジェリンとデシリオの悪口を言ったからかな。ね、ガラスと狂犬なんか引いたってしょうがないんだよなんてね、そんなことで、ね、言ってしまったかもしれない。ね、そんな気持ちはこれっぽっちもありません。星5が引けるだけでいいんです。マオリだ。お願いしますよ。ハリドビッチ。いや、さすがに 5% とはいえ、引かなさすぎるよね、ちょっとね、今回ね。この運をね、すべて2周年の方に行ってくれるんだったらいいんだけどね、この引かなかったっていう。この不運はね、全部ここで消化して、ね、2周年ガチャの方でドカンとこう、行くんじゃないでしょうか。行かないと困ります。ただ引かない男っていう、ただそれだけになってしまう。さあ来い。スナイパーシュート。パンデフ。さあお願い。いや来ないぞ、来ないぞ。全然来ないぞ。これ入ってんのか、本当に。おいおい、本当に星5入ってるか ?0% じゃないか。もうちょっと、緊急事態宣言も出ちゃってるから、星5がちょっと今、自宅にいるかなこれ。うわー、うわ、ひど、星4一体最悪。はい、というわけで、今回も引きませんでした。1、2、3、4、とうとう80連引いてませんよ。マグの新記録は、明日、更新されるかもしれない。というわけで、4月14日火曜日まで、加藤。いや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 、今回も、ひどいなぁ。はい、ただいま4月14日火曜日でございます。はい、じゃあ行きますよ。現在なんと80連星5なし、記録がかかっております。この10連で星5が出なければマグ史上最多タイということになります。さあ出るんでしょうか、出るんでしょうか。90連星5なしはね、ついこの間そうでした。ついこの間もまたね、あの280連のバージョンでした。さあどうなるんでしょうか。今週出ないんでしょうか。いや、ほんと頼むよ。ケビン・ロング。来い。アンドレ・ゴメス。いや、これもう初期からね、お世話になってるね。最初からずっと使ってたな。今どうなってるんだろう。うちのメンバーの中にアンドレ・ゴメスは今どうなってるんだろう。
ねえ、ずっと控えに、ね、日の目を見ることもないままずっと控えに置かれているわけですけれども、控えどころじゃないもんね。だってね、でも試合数見たら多分結構な試合出てんじゃないかな、アンドレ・ゴメスねえ、本当に初期はお世話になりましたが、さあそんな話をしている間も、違う音楽だ、来ませんね。まあ、音楽なしのバージョンで弾くこともあるわけですからね。まだまだわかりませんよ。いきますよ。来た！来ました！ということで、最多タイならず、やっとここで来ました。90連で弾きました。というわけでね、今回はまあ、ここで出ましたね。よかったよかった。記録を更新ならず、嬉しいんだか嬉しくないんだか、ピアニッチ、ねえ、微妙だな。弾いたはいいが微妙だな。俺ピアニッチってね、多分ね持ってるけどね、あの育ててもいないピアニッチだね。あの覚醒コーチすら与えなかったやつ。いやピアニッチどうしようかね。まあもう、いやどうしようかねってのはね、あのもう一体のピアニッチもどうしようかね。はい、というわけで今回はピアニッチ弾かせていただきました。いや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 、これで、どういうこと？どういうこと？ 120 連やって、3体目です。いや、恐ろしいガチャがね、今回展開されておりますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ねえ。ねえ、マグは元気ですって言いたかったですけども、これでなんか元気なくなっちゃったな。これが星5だったらかっこいいんだけど、ないですね。いやなっちょ。さあね、まあでもこの調子でね、こう急にこうドバドバになるパターンもあるわけですから。あ、久しぶりマノラス。あ、これでマノラスごとつできるわ。あ、でもあのマノラスなのかな、今どのマノラスなのかな。まあね、別にあの本体なくてもね、ごとつはできるんだけどね。アイテムだけでごとつすることも可能なんですけど。なんか、してないんだよね。4突のままマノラスになってると思う、多分。ただ、あの、マルチディフェンダーだっけ？なんだっけ？バレージはなんだっけ？スイーパーだっけ？うん、スイーパー星4ってのが他にもうそろそろ増えてんじゃねえかな。別にね、落ちたー。サカツクが落ちました。そしてなぜかマグのスマホはキャサリン。というわけで一旦カット。本当に落ちたん？あ、でもここにいるよ。あ、落ちたみたいですね。はい、一旦カット。はい、というわけでね、今回は130連目まで終わってるんですが、まさかの途中で落ちるというハプニング。では一体誰が出たんでしょうか、見ていきたいと思います。残、星5は出たんでしょうか、出なかったんでしょうか、これが一瞬で見ることになります。残、はい、いなかったみたいです。いなかったみたいです。マノラスまで見たよね。あ、スイーパーだ、うん、これでごとつできるね。まあ、スイーパーのマノラスを引いたっていうことだけが嬉しかったかな。じゃあ結局あの後こういうメンツが来たみたいです。はい、というわけで結局、130連目は落ちましたがなしということになります。はい、というわけでね、今回はこれで終わりたいと思います。で、次回4月15日10連だけやって、これを140連の動画にして、どうしようかな、4月19の日曜日あたりに動画として混ぜ込んでいきたいなと思います。はい、というわけでね、じゃあね、多分ね、今回の動画の最後ね、キャサリンをリンクに貼っておきますのでね、今回ちょっと皆さん自宅待機になってる方も多いでしょうからね、これを機会にぜひキャサリンの動画もね、見ていただけると助かります。はい、じゃあ明日までカット。まさかね、落ちるとは思わなかったね。はい、というわけで今回で140連終了となります。そしてサカツクの画面が変わっております。はい、2周年になっております。はい、というわけでね、いきますよ。どこだ
これか。ね、うっかりカカオをしたくなっちゃうね。いかんね。さあ、でもね、これはね、カカオを引くためにね、ここはね、あまりガチャがね、出ないようになってるんでしょうね。だいぶここで徳を積んで、カカネイマールを引くんだ。ね、そういう風にしていきたいと思います。というわけで、これは10連やって、これ多分ぴったり140連になるので、今日のチケット分は次の動画に混ぜたいと思います。さあ、優秀の美を飾って、ここで星5、4体目を引きたいと思います。そうしないと、この動画はかなり残念な動画になってしまいます。よろしくお願いしますよ。ボルツ。まあね、前回は、ちゃんとね、1体引けたんで、マグの最高新記録をね、樹立することはありませんでしたけれども、ね、どれだけ引きが悪いんだと、ね、ひどいガチャをさせられてしまいました。そして、まさに今日なんですけどもね、動画をね、撮り終わって編集した後に気づいたんですけど、レジェンドマッチをね、やろうと思ったら、ボーナス選手俺持ってねえやってなって、慌ててね、お知らせをね、読み返してらね、まさかの、アレクシス・サンチェスのガチャがね、ボーナスだとは思わなかったですね。まあ、いや、ちゃんと読まなかったな。で、しかもね、そのガチャ自体がね、また引かない。結局17枚もあって、星5確定チケットを全部消費してしまいましたよ。星5がね、必ず出てもね、レジェマのボーナス選手が出ないっていうね、またそこでも引きが悪い。まったく嫌になっちゃうよね。本当に。そして今回も全然来ないんだ。ね。武蔵底。終わっちゃったかな？うぃー！最後に来るんだよ。ほら、持ってるのかな？これ本当に。はい、というわけで、ね。優秀の美飾れました。ありがとうございます。最後の最後。でも、イオビもなんか、自力で取れんじゃねえか、そのうち、ごとつ。ねえ、まあ別にいらないわけですけれども。まあどうしてくれよう。はい、というわけで、ラストのラストでしたね。よかったね。ということで、今回140連やりましたが、全部で4体引けたということになります。最後の最後、飛び込みでね、イオビがね、入ってきてくれましたけれども、ありがとうございました。というわけで、今回はね、140連の前半戦をお送りしました。また、来週の日曜日にはまだ無理か。まだ無理だね。再来週の日曜日になるのかな。まあ、いろいろ、差がつく終わった段階で、今更感がある動画になるかもしれませんけれども、後半の140連分の無料も、ぜひご覧ください。マグは140連で4体引けました。皆さんいかがだったでしょうか。もしね、コメントで、それ以下の方がいましたら、ね、マグよりもね、引きが悪かったっていう人もね、むしろ、もっと倍引いたよっていう人もね、ぜひコメントでね、成果を発表していただいて結構ですので、どしどし書き込んでください。コメント、高評価、チャンネル登録をしていただけますと、マグの励みになります。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、というわけでね、最後にはね、この間のキャサリンの動画もリンクに入れたいと思います。ぜひご覧ください。